ようこそ島根県立大学松江キャンパスへ。松江キャンパスがある松江市は島根県東部に位置する県庁所在地です。町の中には堀川が巡り、西には宍道湖が広がる豊かな自然に囲まれた水郷都市です。多文化時代を先取りし、優れた教育者でもあった作家小泉八雲がかつて住み、遠い神話の時代が忍ばれる地でもある松江は、自然、文化、歴史の揃った魅力にあふれた町です。こちらが島根県立大学松江キャンパスです。松江キャンパスは平成30年に新設された人間文化学部と短期大学部があります。人間文化学部には保育教育学科と地域文化学科、短期大学部には保育学科と文化情報学科があります。それぞれ地域のニーズに応え、島根の将来を担う人材の育成を目指しています。人間文化学部は4年制大学としてのより専門的学習を、短期大学部は2年制での実践的学習をと、目的に合わせた学びが可能となっています。ここはお話レストランライブラリーと呼ばれている絵本・児童図書専門の図書館で、全学の学生が授業や自主活動で読み聞かせを実践する場です。今読み聞かせを実践しているのは人間文化学部保育教育学科の学生です。保育教育学科では専門的学び、実践的学びを通して保育・教育のプロフェッショナルを養成します。失礼します。西村先生、こんにちは。こんにちは。先生はどのような研究をされているのですか？はい、私の研究は特別支援教育です。今興味を持ってやっているのは、発達障害とか障害がある人の心と運動の関係性を見ています。今やっているのは柔道と気持ちの関連性を研究していますよ。ここは図書館です。約12万冊の図書を所蔵しています。ラーニングコモンズというグループ学習ができる部屋や、個人で利用ができる席があります。人間文化学部地域文化学科では、小泉八雲に習い、人間が生み出した文化の諸層に広く柔軟な目を向けながら、地域の文化が持つ魅力やその生かし方について探究します。2年次に進級する際、学ぶ内容の重点をどこに置くかで、日本文化コースと国際文化コースのいずれかに進みます。先生にインタビューしてみようと思います。先生は普段どのような研究をされているのですか？はい、私は若者のライフスタイル移住に関する観光学的研究を主に実施しています。従来であれば日本国内の移住の理由は転職や親との同居などが占めていました。ところが若者の中には、地域文化や趣味などが移住のきっかけになっている事例があります。このような移住をライフスタイル移住と呼びます。このように地域の人々と観光客や移住してくる人々とのつながりを観光学という学問から分析しています。観光学では、観光や移住によって生まれる人々の移動や交流が地域にどんな影響をもたらすのかという観点で研究をすることもできるのです。ここは図画工作実習室。保育を学ぶ学生が美術・工作を通じて造形への学びを深めます。短期大学部保育学科では、保育士・幼稚園教諭となって活躍する人材を育成します。保育現場で即戦力として働く力を短期間で身につけ、免許・資格取得をサポートします。ここは体育館棟です。アリーナ・トレーニングルームのほか、ホールや実習スペース・研修室など様々な用途で使える総合施設です。短期大学部文化情報学科では、文化を見つめること、
すなわち文化の課題を見つけ、調べ、解決方法を考える力を身につけることを目指します。また、そうして得られた情報の発信方法を実践的に学びます。文化を見つめ、情報を発信する。それが文化情報学科です。皆さんこんにちは。図書館情報学ゼミを担当している徳井です。ゼミでどんなことを学べるのか教えてください。図書館情報学ゼミでは、図書館に関係するさまざまな事柄を学ぶことができます。図書館という場所に関係することだけでなく、人が蓄積してきた知識を求める人につなぐさまざまな工夫や方法が研究の対象です。今は資料を構成する紙の性質について学んでいます。島根はユネスコ無形文化遺産に選ばれている石州和紙の産地でもありますので、紙作りの見学なども予定しています。紙を知ることで図書館における資料の保存について理解を深めます。こちらは音楽棟です。音楽室と器楽練習室14室があり、放課後などは学生が自由にピアノの練習をすることができます。また2号館にも器楽練習室があり、学生は松江キャンパス内で合計34台のピアノを自由に使用できます。失礼します。渡辺先生は普段どのようなご研究をなさっているのですか？はい、私は歌うことについての研究を行っております。人はなぜ声を出し歌うことができるのか、その体の仕組みを理解することでより良い歌が歌えるようになるための研究を行っております。ここは女子学生寮、購買寮です。レンガ調のシックな建物で、キャンパス内で一番日当たりのいい場所にあります。入寮生は共同生活の中で協調性や人に配慮する心、自立する力を身につけていきます。また多くの仲間とここでなければ得られないたくさんの思い出を作っています。松江キャンパスは保育のプロフェッショナルになりたい方、多様な文化を受け入れ、ふるさとのことも世界のことももっと知りたい、もっと良くしたい方など、横へと広がる知力をテーマに人間の幅を広げる学びがここにあります。ぜひ島根県立大学に入学して私たちと一緒に学びましょう。